はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。めったです。ここはね、はい、JR 仙台駅前に、来ております。今日はこれからですね、ちょっとスロベニア方面まで、すいません嘘です、東京までねちょっと行こうかと思ってるんですけど、東京までって普通はね仙台から東京って、まあ大体新幹線じゃないですか。今回はいっちゃん、青春18切符で、ね、行きます。しかもねちょっと今日は、3時までね、午後3時まで東京のある場所まで行かなきゃいけないのでね、ちょっと急ぎたいと思います。はい、6時に出るね、あの電車に、まずは乗んなきゃいけないってことで、はい、じゃあ急ぎます。よし行くぞ、ケツが痛くなりそう。はい、原野町に着きました。こちらをね、こちらを乗ってきましたけど、今度はこの、ね、青の列車に乗っていきます。これね、あの一気に水戸まで行くので、ね、まあずっとねこの在来ってのも辛いですけど、まだね全然平気です。じゃあ乗っていきましょう。
わあ、すごい海だ。電車からはちらっと見ましたけど、もう日立駅からはもう完璧なもう海辺の駅ですね。すんげえ、てかこのね、日立駅のね、この駅ホームっていうかね、作りがすごい、新たにね整備ね、されたばかりらしいですけど、 YouTube でねちょっと見てたんですよ、この日立駅がねすごいことになってるって、だからね実際このタイミングでちょっと降りれると思わなかったから、いやーすごいすごいすごい、姉ちゃんママに同行しておくね、いや時間あったらね、このすぐ隣にあるこの絶景天空カフェで ね、もう決めるのもねすごいやってみなかったけどね、まあ下に降りてちょっと見るだけにしますか、あと15分後くらいなんで。おーすごい、エレベーターでね、このちょっと立地最高じゃないこれ下に降りてなお高台から見下ろす形になってるなんて、いやー、ね、これが日立駅駅舎で、手前側のタクシーとかのねロータリーになってるんですけど、その、こうですからねそうですからね、これはすごいわ本当に、いやーすごい、ここもねもう一回じっくり行きたいね、素晴らしすぎる本当に、いやー立ち寄りでよかった、よし満足しました。
疲れた。ちょっとケツが大変そうなりそうでしたけど、あ、なんとか大丈夫そうです。ということでね、ちょっと乗り換え口行きましょう。あ、こっから上の東京ラインね、乗れればよかったんだけど、普通列車ですね。頑張れ俺のケツ。土浦、いよいよ東京が見えてきましたね。こちらの車に乗り換えするんですが、グリーン車に乗りたいと思います。まあそんなに混んでるわけないけどね、ちょっと荷物がね、ちょっと諸事情で荷物がね、結構多いんで、ちょっとここはグリーン車の力を借りたいと思います。まあ GR ポイントはね、溜まっているので、じゃあ久々のグリーン車乗り越えましょう。南口バス乗りやばい、あと5分しかない。コインロッカーやっぱりいっぱい埋まってて
探すの苦労した。まあ黒くに預けてもよかったかもしれない。まず丸の内南口バスはあっちが、じゃああれかだ、間違いない、東京ビッグサイト。考えることはみんな一緒ですな。ああ、着いた、やっと。あれは結局30分前に到着でした。もう大混雑でしたけど、もう日向にいたらもう干からびてしまう。カメラに入りきらねえ、この広角スマホでも入りきらねえ、でかでかすぎる、これでかいな、すごいな。よかったね、いいな、買って眺めもいいんだ。あそこだとね、中東チャレンジやってます。Bye-bye.